はい、こんばんは。大倉くんと高橋くんが始まりましたけども、始まりましたね。ああ、11月も半ば。寒くなったね。一気に寒くなったよね。雪降ったんだってもう東北の方では。地元、うん、そう、秋田でも降ったらしいんだけど、うん、僕ん家の方では降ってないから、うん、あの家族の話でも、まあ、ニュースで降ったんだよっていう話聞いただけだけど、うん、もうそういう時期ですよ、うん、そうやね、雪が寒くなってね、はいね、うん、そう、もうこういう日常会話からね、うん、だってしょうがないよ、始まる前までがトークのネタがネガティブすぎて大倉さんもうごめんね、いやいやいや、お忙しいのかなと思って、やっぱり、いやいや、そんな俺溜まってるわけでもないあ、そうなんか別に溜まってたからこう放出したわけでもないんだけど、あ、そっかそっか、うん、このスタジオの中で密室になったからね、うん、石川さんと俺にこう出してくれたのかなと思って、まあまあまあ、何か溜め込んだ何か、いやいやいや、別にね、うん、あ、まあ普段からね、うん、あれだ、おかしいだろうってことってあるでしょ、ある、そういうことを、うん、やっぱ聞いてくれる人っていないからいないよね、そう、なかなか週末の仕事だからね、うんうん、こう付き合ってくれるでしょ、うんうん、それを利用して、いやいやいや、聞いていただいてるわけですよ、全然全然仕事と思ってないですよね、うん、石川さんと僕は、いやいや思ってるよ、いや、あ、いやいや、ただいいことをね、大倉さんちょっとやっぱ最近お忙しいのかなちょっとお疲れだったかなって思いながら聞いてる部分はあったけど、いやいや違うよ、ストレス溜まってんのかなじゃない溜まってないですよ、溜まってないし、基本的に二言目がもう何っていう感じだったけど、今何の話と言わないけどもね、そういう感じだったから今始まったよって言って、大倉さんも今言いそうになっちゃったもん、いやいや、まあね、そういうところもあるわけですよ、普段ね生活してたらこう、まあ、ありますと思う、その怒りにもならないけど、ふつふつしたものがこう原動力になったりもするじゃないですか。なるなるなる、ね、なる。あります。曲作りなんていうのは基本的に僕はやっぱ怒りとかぶつけたいものをね。あ、そう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 、うん、でぶつけられないじゃないですか、日常生活の中で。ぶつけられない。ね、嫌われるからね、人に。そう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 。嫌われちゃうし、誤解も生まれるし、うん、こちらがいくら正しいと思ってもやっぱ感情的になりすぎちゃうとさ、うん、よくないから、うん、うっとこらえて。うん、例えばなんだこう、なんでしょうか、いろいろ、まあ今思いつくのがやっぱり、例えばタクシー乗った時とかさ。そうね。そう。で、ゆうくんはよく喋りかけられるって言って、ね。そう、うん。すごいお話ししてもらえるから、うん、僕はありがたいんですよ、うん。すごくそういう人たちのお話聞くことないから。うん、でも時々ね、うん、もうやっぱ、なんていうの、ギターなんか弾いちゃってさ。みたいな、ああ。お前はいいよなみたいなトーンの人もいるわけですよ。ああ、おんねや。います、います。結構いますよ。誰ですか？いや、それわかんない。そういうのは、その時ばかりの関係だからさ。例えですよね。そう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 。うん、で、なったりとかすると、うん、いやいやいやと、うん、こちらだってねって言いたい時もあるじゃないですか。うん、そう。みんなそうだと思うんですよ。多分ね、でしょ、うん、普通にこう仕事行かれてる人とかも、うん、こう、ちっていうようなことが、うん、こう日常でね、あったとしても、うん、こう、はけ口がないじゃないですか。うん、だから、こう、お金が発生する場所で、うん、言うことによって、聞いてくれるわけですよ。うん、あれ最後って合ってるかなお金が発生する場所で出すの合ってるか分かんないけど。まあまあいいじゃないですか。でもそういう人がね、高橋君はそう、こう、それをはけ口がない人たちが、この世の中に溢れてるとしたら、うん、ゆうくんが曲にすることによって、うん、ものすごく共感を得るわけじゃないですか。そうね、まあ、時としてね、うん、ちょっと愚痴っぽい曲ができたとしても、そう、分かるっていうことを言ってもらえたらありがたいですよ、うん、逆説的応援歌みたいな言葉もあったりしますから、あ、そうなんや、あるみたいですよ、うん、だから、まあ、だから大倉さんもね、うん、そのね、今思うことを全然マイクの前で言ってもらっても僕は構いませんし、あのね、言えないね、ほぼほぼほぼ言えないわ大倉さんはどうしてるの、僕の日常、例えばさ、うん、いや、もう想像ですけど、うん、やっぱその僕でさえね、こうやってギター弾いて歌ったりとか、うんうんうん、いろんなところでライブやらせてもらって幸せなんだけど、はい、なんかこう鬱憤溜まることってあるんですよ。あーはーはー。そう、僕の場合は今はジョギング、うん、あと映画見に行くとか。やばいな、ちょっともう先週やばすぎてね、下ネタがもうね、発散方法、発散方法がそれしかなくて、うん、であとは時々ね、こう大倉さんに付き合ってもらってお酒飲みに行ったりとか、うん、だ買い物してね、買い物したりとかって、ちょっと大きい金使っちゃったりとか、ね、お金使ったりとかっていうのやりますけど、うん、大倉さんはどうやってそのなんていうんですか、大倉さんそもそも鬱憤っていうのは溜まっていくもんですか。まあでもしかとしてるところはあるかもしれないですね。あ、もうそのグッてなりそうな自分の気持ちをもう、まあこういうこともあるよねみたいな、ああ、お風になってますけど、多分知らんところで溜まってんやと思うよ。くそ
ソやろって思う。あの、いきなりね、いきなり現れたりするから。うん、いやいや、それ誰しもあるんですよ。今もだから逆説的応援ですよ、大倉さんの言葉。ああ、そっか。だって思う人いっぱいいるもん。うん、だからこのラジオを聞いてる人たちが、ね、うん、まあ僕、大倉くんと高橋くんがですよ、うん、一回もイライラせずに、うん、ね、だって全ての人を愛していて、はい、ね、平和がいいよとかってだけ言ってたって、ラブ&ピースとかって言ってさ、うん、それだけだったら、うん、もうつまんないと思いますよ。いやまあね、でも俺はそっちよりやけど。いやごめん、また大倉さんのコーヒーに唾飛ばしたのあった。ごめんごめんごめん。ヒビヒビね。あれ俺持ってる T シャツほぼラブ&ピース。あれ、あ、そうだっけか。そうそうそう。あ、そっかそっか。うん、ああ、そっか、クローゼット。ちょっと目悪いから、ちょっとメガネかけてこないかな。そうそうそう。ラブ&ピースって書いてあったか。あ、そっか。そうそう、そう、ほぼ、うん、ほぼ書いてる。ほぼほぼ書いてる。まあ今はね、中に着てるだけやから。あ、そうそう。今日、ラブ&ピースインナーだったんだ。インナー、インナー。じゃ人にね、こう、言うもんじゃないから。自分の思想だから。ああ、ごめんごめん。そう、理念で生きてますよって。そうそうそう。そうああ。そっかそっか。さっき俺じゃあ、ちょっと、空耳からなんかね、クソ野郎みたいな言葉聞こえたようなあれ。全然全然。あれ違うか。うん。石川さんかな言ったらもう。あれ。あ、思うことありますよ。そう。つったら、あれ。みんな空耳聞いたかな。まあでもね、うんうん、そういう感情もありますよね。あるから、うん、だから、まあだから、なんて言うんでしょうか。あの、例えを上手に言っていかないと、うん、ね、角が立ってさ、まあね、誰かを傷つけたいわけでは決して僕らもないわけだから、うん、でも、イラッとすることだってあるわけじゃない。ありますよ。ある、疲れることだってあるし。ほぼ人間関係だけどね。いや、そうらしいですよ。うん、あの、人の悩みって、すべてが人間関係なんですって。うん、人間関係以外のことで人間は悩まないんですって。ああ。例えば思春期の悩みとか、うん、容姿が気になるとか、うん、そういうそれもなぜ容姿が気になるのかって見られてるからでしょ。ああ。人目を意識してる。それは人間関係。お金がなくて食べられないよ、どうしたらいいんだろう。それは悩んでるのかな。悩みでしょ。お腹すいたってこと？まあだから貧困も大きな問題でしょ。そうか。それで悩みっていうより、うん、欲求になってじゃないですか、ね。あ、欲求。五大欲求ってあるじゃないですか。睡眠欲、うん、食欲、性欲、あとなんだっけ。三大欲求じゃん。三大欲求だ。ちょっと俺、思っちゃった。二つ多い。二つ多く多分、ゆうくん二つ多いんやと思う。そう。俺ね、三個思いついて、もう一個まず俺の中であったんだ。それも入れたら五個くらいあった気がした。言えなかった。違った違った。じゃあ、いや、それも欲求だと思うよ。あ、そうでしょ。うん。そうやって、それがなきゃさ、うん、人類が繁栄しない欲求俺一個持ってるから。なんで、性欲に入らないのそれ。それ性欲ですよ。だから、俺いや、含まれてんのになんで分けたのよ。性欲は言ったからね。二個目ぐらい。言ったっけ俺今。言ったよ。あ、いや、言ったか、うん。食欲、性欲、睡眠欲だ。そうそうそう。うん、じゃ睡眠欲って言ってたのに。うん、あ、そうかそうかそうか。性欲がまだ出てきたから。性欲今言ってないかと思った。うん。とっておきで言うかと思ってた。いやいや、結構性欲がセパレートされてるんだ。いや、大事でしょ、やっぱり。それっていうのは。いや、大事よ。で、それは、うん、それで悩むっていうよりは、もう本当に人間生きるための本能の部分だから。うんうんうん、そこでもし、例えば悩むってなったら、やっぱ、うん、食事をするためのお金をくれない誰かに対して悩んでる、誰かが。あ、う、あ、ん。その性欲を満たすための誰かに対して。性欲は、あかんあかんあかん。ゆうくんが性欲のこと話は止まらんから。1時間半じゃ終わんないよ。終わらないよ。終わんない。まあまあそうね。人に対してね。人間にしか悩まないから、うんうん、人間関係を良くするために、うん、自分ができることを変え、うん、自分がやれることを工夫すれば悩みってなくなるんです。まあそうね。だから人のせいにするよね。だから自分がもし。そう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 。うん、で、人のせいにすると悩みは終わらないんですって。うんうんうん、その、なんでかっていうと、人のことはどうしても変えられないから。変えられないね。変えようとする人もいるけど、変えられようとすること俺あって、その時一番嫌だもん。え、変えられようとする変えられようとすることない？もうなんか、やめれあれ、みたいな、なんか。やめれやめれって言われるから。地元方面から言われてないですか。そうそう。いや、思春期の頃とかさ、秋田にいたし、俺も。あ、そうね。そうそうそう。秋田時代で、勉強しろみたいなさ。そう、勉強したくない時だって勉強しなきゃいけないし、例えば歌なんか歌ってた時とかね、やめれって言われたからね、歌を。ああ、そっか。歌うなって言われたもん、俺。あ、それはあるよね。だから、なんか、その、圧力じゃないけどね、なんか、かけられるようなことね。そう。だから、要は、学校の先生たち、全員じゃないんだよ。うん、僕の出会った先生の中の一人の話だけど、うん、その先生の価値観として、歌を歌うような人間になるのは、間違っているから。
っていう言い方なわけなんですよ、うん、そんなわけねえじゃんって俺思うわけ、うん、歌を歌いたいし、うん、ただ高校生ぐらいだとさ、うん、言い返せないじゃん自分の何かまだ経験値もステータスもないから、ねうん、なんか底知れぬやりたいっていう情熱とか、うん、自信なのかわかんない、うん、で言ってやりたいですとかって言うじゃん、うんうん、でもいやいやいやもう即刻歌うのやめなさいって俺高校時代も大学時代も言われてた。まあそうね。なんか夢を持つのがさ、うん、ちょっとあかん風潮みたいなところあるやんか。あるある。現実に生きろというか。そう。でも僕らがね、抱いてるその夢っていうのもの話もさ、うん、現実にしてるじゃん。まあ、運よくね。うん。うん。なってるけどね。もちろんそうだ。だけど大倉さんなんちゅうのはやっぱ運ではないわけじゃない。いやいや、でも、そんなんもう途中でいっぱいありましたよ。諦めろって。うん。でも、そういう人たちってさ、うん、でちゃんと思ってくれてんねんけど、うん、あ愛があって言ってくれてるんだよね、うん、心配してるしね人もおるし、うん、全然愛がない人もいるしいるよねおるわかるあそういう人のこと言ってる俺今そういう人本当にいたのいっぱい、うん、でもそれでね例えば、うん、大倉君でも僕でもさ、うん、その人の言うことを聞いて、うん、じゃあその人にコントロールされることを選びうん、歌うことをやめ、うん、踊ることをやめとか、うんうん、そういうのをやめて働いて、うん、で自分のやりたいと思ってなかった仕事についてしまって、うん、それで何年か経ってさ、うん、あの先生のせいだって俺が言ったとしたらさ、うんね、なんか違ってくるじゃんまた。まあそうね。でもそういうのが逃げやったりするよね、うん、自分の中で。そう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 、誰かのせいにしてね、うん、そう。でも誰かのせいにし続けることでずっと後悔して生きていくっていうのはさ、そう、それがね耐えられない人種だと思う多分。そう、うん、あ、大倉さんもやっぱそうでしょ。だからこう続けてるというか、うん、まあ諦めが悪かったっていうこともあるけどね。うん、いやそれ俺もそうですね、うん、きっぱりね、うん、高校の時代に諦められてたから全然。うん、高校時代別に仕事なかったから、うんうんうん、言って学校サボった時あったから、うん、高校を諦めたけど。いやいや、もうその仕事をね、この仕事をね。あ、はい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 。いやでもなんか期待持っていいんじゃないかみたいな。でもそれはもうなんか裏付けがあるわけじゃないじゃないですか。ないないない。大倉さんの中にある、うん、その絶対こうなるっていう何かがあったんだよね、うん、きっとね、うん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 、でもそれを信じてさ歩んでる人の方がさ、うん、なんていうの、信憑性があるというか、まあね、誰かのせいにはしていないじゃないですか、うん、で僕らも人間関係悩むことあると思うんだけど、うん、だけど少なくともこう人のせいにすることをしちゃうと、うん、結局自分がかなり、そうなのよね、うん、なんかダメージ受けちゃう。そうなの。だから伴ってない人がいて、行動とこう言動がね、うんうんうん、だから男って夢語りがちでしょ。語りがち。でもそういうことしてない人いるでしょ、うん、そういう人に関してはもっすごいね言っちゃうよね、うん、あ、うん、ムカついちゃって、うんうん、あ、いや夢を語ってるけど、うん、全然それが伴ってない。そうそう、例えば、うん、モデルしたいのに、うん、すごいね、こう超えてたりね。うん、例えばよ。もさ食べちゃってる、うん。唐揚げ食べながらね、語られてもみたいな。いちゃうよ。ちゃうよって なるよね。うん、わかるわかる、うん。なんかそういう人ともよく出会うよね、なんかわかる。なんかね、だからその、ね、他人の場合は言わないけど、うん、その近い人には言っちゃうよね。なんか。まあ我々もこうやって話しててさ、うん、そのもちろんもっともっと大きな夢を持っているわけじゃないですか、うん、そうだからそういう中で歩んでるから余計に思うのかもね。まあね、俺らもそんなに余裕ぶってさやってるわけじゃないじゃないですか、うん、そうね、うんうん、関ジャニ∞っていう人を、うん、人たちを、なんだもう すごいとこまで行ったっていう風に見る人もいるだろうし、うん、でも結構ご本人たちとちょっと僕お話しさせてもらうとみんな決まっておっしゃるじゃないですか。いやいやいや、まあ全然俺らなんかっていうような感じで。いやいや、そうでしょう、うん、ずっとそういう気持ちじゃないとね。そう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 、うん、でそれを学んだんですよ僕。あ、こんなにね、僕は最初はそう思ってたんですよ、うん、関ジャニ∞は、うん、すげえ人たちだって、もちろんすげえ人たちだって今思ってるけど、うん、大倉さんと話してる時はあんまり余裕を思わないかもしれない。おいいやいやいや、誰とのことを思ってたの？斜め、おうおう、みんな、おうおう、俺のことは思って言うこと。斜め、みんなね、俺ちゃん揃われてる時の話を聞くと、そうね、すごいなーって。すごい、だからそう思うのに、うん、それでもこうやって話すと、うん、いやいやいや、つって言うじゃないですか。そうね。そう。村上くんとかと話して、そう言うんですよ。あ、出たね。個人名出ちゃったよ。おい、外すな。
ハミゴにすんな。でもそれで、あ、やっぱそうなんだって、うんうんうん。その、あの、かっこいい人たちほど、やっぱりまだ向上心が全く尽きてないというか、うん、もう日本中、すごく多くの人が多分、関ジャニ∞のことかっこいいって言ってると思う。俺もそう思うんだけど、でも本人たちは多分もっととかっこよくなんなきゃ、もっとすげーくなんなきゃ、いやそうですよ、もっとってやってるじゃない、うん、一部の人だけやと思ってるからね、かっこいいって言ってくれてるのは、うん、絶対的にこう、違う反対意見の人がいるわけで、いるんだろうね、そう、まあそれも一部の人やねんけど、うん、じゃない、うん、何にもない人が一番怖いよね、あ、知らないとかってこと、そうそうそう、うん、もうなんか、マイナス100にはマイナスかけたらプラス100になるけど、ゼロには何かけてもゼロにしかならないってやつ。興味がもうね、ないっていうのが一番怖いね。うん、知らないって言われたら、うん、はいって。あるの？でも今まだ知らないって言われることある？なんかどっかで歩いて。いや、あるし、うん、こうなんか、まあ、知らん、いやいや、あんまテレビ見にしっていうのってさ、うん、ない？ある。俺一昨日会ったね。近いな。近いとこで会ったな。秋田の友達にご飯誘われて、うん、あの高校時代一緒にバンド組んでた人と誘われて、うん、で全然なんかあんまり行ったことない方の地域に呼ばれて行って、そしたらなんかね、お店も全然俺が行ったことがないようなタイプのなんか地下の、うん、奥まったところのなんか扉とかもすっごい古くてガチャって開けたらなんか真っ暗で、うん、ソファーが奥にあって、うん、なんかうんうんうん、みたいな、なんか、なんていうの音が鳴ってんの、音楽、四つ打ちのなんか、あんまわかんない。俺は普段聞かないような。クラブに行ったの？クラブなのかな？いや、でもなんかね、うん、もうちょっと狭いのよ。え、なんか、クラブって広いんじゃないの？わかんないけど。なんかいや、でも、店によるんじゃない？あ、DJ があった、でも確かに。DJ ブースがあって。おで、お酒作ってる人、まあ、お店の店員さんと、うん、その俺の同級生。俺の同級生結構なんか、あれなんですよ。まあ、洒落てるっていうか、なんて言うんだろう。ちょっと、パンクロッカーみたいな格好してるんですよ。それまあ、ちょっと、時代古いけどね。まあ、言うても34だから。あ、そうか。多分ちょっともしかしたら一世代前のファッションなのかもわかんないけど。結構ね、90年代の感じする。なんか、アンダーグラウンドって言うんですかね。うん。アンダーグラウンド仲間みたいなのが集まって、うん、ハイタッチとかしてるわけ。みんな、うぇーい！いや、だから、みたいな。やってる感じなの。いやいやいや、だからそう、思いっきりクラブや。で、俺そういうとこ行ったことないから、うん、あ、こういうところで飲んだりしてるんだな、みたいな感じで。うるさいよ。うるさいのよ、うん、で俺それをさ全否定するわけじゃないけど、うん、それで行く人たちがいるわけだからさ、うん、やけどやっぱこう話したいわけでしょ、そうだよね、人と遊ぶとさ、そう、久しぶりに会ったりしてるわけだし、そう、会話がさ、うん、こう近くないとさ、うん、でしかも混んでるとこやったら、何回か行ったことあるけど、うん、混んでるとこやったらさ、うん、ちょっと飲み物頼んでくるわって言って、うん、こう、うん、かき分けながら行かなあかんやんか、うんうんうん、それ飲み物取ってくるわっていうのが、うん、って言われた時のもうええわもうええわ、サーさん取ってくれってなってそんなまま帰るから大倉さんはあんまりそっちの方行くタイプではない、いややねんな、ね、いや俺もね、うん、やっぱちょっとそこは似てて、うん、ただでさえ、うん、ここは自分の居場所ではないかもしれないと思いながら、うん、でも友達誘いとかすごいいるじゃない、うん、じゃあ店員さんとかが、うん、俺もいいっすかみたいな、ドンって俺の座ってきたんで。いやいや、あかんよ。なるよね、あれ仕事中じゃねえのみたいな。そしたらなんか、わかんないけど、なんか、治ってきてるんでもう大丈夫っすみたいな。風邪とか言いちゃってるわけ。マジかと思って、俺さ、なんかいろいろ、ちょっとやっぱ、アングラだなと思って。いやいやいや、偏見がすごいぞ、それは。なんか、だってもっとさ、なんかもっと元気でさ、うん、知ってる友達だけで飲んだりするの好きなんですよ、僕は。まあまあまあ、そうよ。それを急に結構なんか、しかも、こういったあれだけど、いかつい、あ、そうね、ごつい感じの男の人がドーンって座ってきて、うん、で、俺の同級生が、あ、ゆうちゃん、こいつも札幌で生活したんだぜ、みたいな。いや、札幌じゃない、俺、旭川な、旭川、とか言ってるわけよ。で、なんか話合うかもと思って、あ、俺も札幌6年間いました、え、どこみたいな。そう、地元でもないのに。そうそうそう。で、どこどこ市です、みたいな。それで、どこどこ市の、ここら辺で、たぬき工事っていう通りがあって、うん、そこで路上ライブとかやってたんですよね、うん、みたいな。なんか俺、ついつい、
そこでなんか自己 PR しちゃったんだよね。そこで路上ライブの反省がしなきゃよかったんだよ。まあね。そしたら、え、マジ何歌歌ってんのみたいな。もう俺も知らないから、もちろんそうなるのはいいんだけど。そうかね。そうそう、うん。いいよね。そう、だから知らなくていいやと思って、うん、あ、そうなんですよね。たまに今でもこう、なんかギター持って歌ったりとかしてて、うん、そうそう。で、当時は、タレントストリートミュージシャンみたいになってる。ストリートミュージシャンやったりとかしてるんですよ。それ、マジかっけえじゃんとかさ、今度ここギター置こうぜ、ギターみたいな。弾いてもらおうよ、とか。まずさ、年上年下関係なく、タメ口で、こう、まず入ってくる人に関しては、そうなの。俺はもう信頼はもうゼロよね。3個下だった、そいつ。ガタイいいから年上かと思った、まあまあまあ、大体な。そうそうそう。ガタイ良かったらタメ口いい説なんなよな、あれ。そうそうそう。なんかね。なんか、身長とかも俺よりすごい断然高いから。そうそうそう。まあ、上から下の人とかもね。そうそうそう。まあそうなんだ、みたいなこと言われることあるから。そう。で、またその店にめちゃめちゃ不似合いな俺メガネかけてさ、マクル髪でさ、なんか、普通の兄ちゃん一人入ってきたみたいな感じなわけよ。だからもう向こうからどういう格好してんのじゃあ。えどういう格好してんのその人いやいや、大体そういうお店の人というか、店に行ってる人。ね、XXL みたいな服まあ、俺の隣座った人は、うん、なんかわかんないけど、うん、帽子からちょっと前髪出るみたいな被り方してた。なんかこういう感じ。あのね、そう。なんやろ、帽子。これ触んないからね。いやいや、帽子。たまにいないそうやつ。いやいや、前髪ちょっと出してるんです。いやいや、被るやつ。おるけど、なんかそういう店にいなさそうな感じはするけどね。ニットキャップ。ニット。ニットかい。ニットの浅い、なんていうニット浅いやつあるじゃん。あれ、それ、置いてるだけじゃんみたいな。いやいや、それをさ、置いてるだけのニットに、髪の毛を全部入れて、ちょっともう、カチューシャ代わりに被ってる人おるやん。こう。ああ、いるね。もうちょっと、生え際とか出てんの。出て、そういう感じ、そういう感じ。外人がかっこいいやつ。ああ、そうだね。外人、そう。そういう人たちが行ってそうなイメージはあるよ。うん。なんでちゃんと被らんねやろってめっちゃずっと思うやつ。そう、なんかね、元坊主だったんだろうなっていう髪が、7センチくらい伸びてる感じで。で、それの7センチの前髪の部分だけ廃業みたいなのがピョンって出てて、で、浅いニットを被ってて、で、多分 XXL なんだろうけど、体がたいいいから、まあそれなんか割とちょうどいいの感じなのかな。で、ダーバッとしたズボン履いてた。で、大体そういう人がね、っていうイメージなんですよね。でもそういうところがさ、なんか全部悪いわけじゃなくてさ、もちろんもちろん。近いっていうことがあるからさ、なんか、やっぱ女性から話しかけられたりとか。ああ。なんか、お兄さん何してんのみたいな。耳元で。うん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 。ドキッてするよね。いやいや、なんか、いや、もう、早くタイトルコール行けってめっちゃみんな言ってるけど。いや、びっくりした、今。ブースの外が全員うんうんって言ったら。そないやかんか、この話。盛り上がっとんねん。時間ない。時間ない。じゃあ、そろそろ行きましょう。はい。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと。高橋くん。ございました。こんばんは。そもそもアイドルに性欲なんかないし、ムラムラしたりモヤモヤした時はスポーツしたらええんやでおなじみのパーフェクトアイドル関ジャニ∞の2人よー。いや、やめてよ。素晴らしい。これもう自分で言ってるわけじゃないかも。ミスターアイドルミスターアイドルそしてツアーに向けてお酒すらやめ禁欲生活を送ってる今、課長島耕作を読むだけでムラっと送ってる高橋優ですいや、あれやばいね。いや、あれは別に禁欲生活してなくてもムラッとするからね。そうそうそう、油断してたら危ないよ、あれは。本当に漫画ってさ、想像力がいるからね。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さて、はい、毎週土曜日の夜、男二人が集まって生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組、はい、今週もラジオの前の君からメールで今週一週間の失敗談、やっちまった話を大募集します、うん、学校、職場や部活、バイト先でのアクシデント、彼氏、彼女や家族をめぐる人間関係のいざこざ、うん、町の不良グループが最初は銀行を襲撃するつもりだったのに気づいたらアフリカの子供を救うためワクチンを送ってた話などなど、君のやっちまった話持ってますなんか思い変わったのかな。同じ内容のメールは一人いつで OK、うん、メールにはやっちまったエピソードとやっちまった君が今聞きたい曲のリクエスト、そして詳しい話を電話で聞かせてほしいので、今連絡がつく電話番号も書いて送ってきてください、はい、番組のメールアドレスは OT@ オールナイトニッポン
@nippon.com、 ot@nippon.com です。電話でやっちまった話を聞かせてくれた人には番組グッズの一郎をプレゼント、うん、君のやっちまった話待ってます。はい、あ、まださっきの話の続きして大丈夫？ あそうなの、うん、だから俺さっきちょっと熱を帯びてたんだよな。だどこまで話したんだっけ。だから、うん、そういう店行きました、うん、で、まあ、隣にガタイの人座りました、うん、で、歌ってよじゃあみたいな感じになってます、うんうん、でもその人店員なもんだから、うん、なんかたまに行くんですよ、そっちのカウンターとかの方に。おで呼ばれたからちょっと行きますみたいな、うん、でまた戻ってきて、何回か戻ってきた中で、うん、そこにそれこそさっきの大倉さんの話じゃないんですけど、うんうんうん、結構カウンターに座ってて一人チロチロこっちを見てる女性がいたんですよ。お仕事帰りみたいな、はいはいはい、それこそなんか島耕作さんみたいな人と二人でなんか真面目そうなサラリーマンみたいな方と二人で飲まれてて、はいはいはい、でもう片その女性のこと OL っていう感じのなんていうんですか、うんうん、聞くお仕事の格好されてて、でチラチラ見てると、うんうん、でまあでもそれはあんまり僕は気にせず、しかも薄暗いからこっちを見てるわけでもないのかもなんとか思いながら過ごしてたら、うん、そのガタイのいい人がちょっとなんか態度を変えて帰ってきて、うん、そうで俺じゃなくてその俺の同級生の方に、うん、そ近く座って、うん、えなんかさお前の同級生ってちょっと有名な感じの人なのみたいなそれ同級生は同級生で悔しいからあんまそうは言わないんだよね。同級生はなんせ音楽やっているから。あ、そうか。そう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 、うん。だからあんまり俺のこと認めたくないわけ。だから有名だとかなんだとかっていうことは言わないんだけど、うん、なんかでもな、なんか武道館とかでやったみたいな。うわーみたいな。なんか武道館とかって言うと、なんか有名な感じに聞こえたのかね。いやいや、そりゃそうでしょう、うん。最高峰でしょう、うんうん。そしたら、うん、兄ちゃんマジで歌ってくんねって言ってきたんだよね、俺に。あ、まだそこで俺の今すぐ歌ってもで、いやいやいや、まあまあ、いつでも歌いますよとかって言うけどね、うん、そこは。そう。その時に、なんかこう、ちょっといろんな気持ちになったっていう話です。ああ、そう、その、なんか態度が変わる感じね。そう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 。うんうん、気使われちゃって、結局。はいはいはい、はいうん。なんかごめん、俺テレビとか見ねえからって、そのよくあるセリフがそこでドーンって来たんですよ。うん。そう。ああ、それでね、そこでね、繋がるわけね。そう、テレビとか見てねえから俺ちょっとよくわかんねえんですわ、うん、みたいな、うん。うん。でもマジこれから応援しますわって、絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃん、そこで。うんで大体さ、うん、夜遅い仕事でしょ。そうだよ。でそんなさ深夜番組ばっかり出てへんわってなるよ。そうだね。ね。そう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 。たまにはねゴールデンの番組も出させてもらってますよっていう。そうそうそう。そんな見てないか。まあね聞いてるタイプの音楽も違うのかもしれないですけれど。まあね、うんうんうん。まあそれはいっぱいあるよね。うん、うん。だからその何なんだろうねあのプライドとかもあるのかな、うん、なんかそのなんか。カップルとかさ、うん、女性の人はこう知ってくれてて、うん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 、握手してもらっていいですかっつって、うん、でまああのカップルだからこっちもさ、うん、ちょっと気まずいなっていう空気があるやん。あなんか彼氏さんが、はいはいはい、そうだよね。そうでもなんかまあ心よく、うん、あ行っておいでっていう人もおるし、うん、なんか。ああなん有名なのかみたいな、うん、いや全然知らねえわ。嫌でしょ大倉さんって。わざわざ言わなくていいでしょでそれを分かる分かる。あの俺がいなくなってからね、うん、なんか有名な人だったのって俺知らなかったわっていうのは別にいいですよ、うんうん、それわざわざ浴びせる。そうなんだ僕にもうそのさその言葉がさどんだけ尖ったものか全然分かってないんですよ。分かる分かる分かる。ブサ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 分かる分かる。一日が楽しい一日がね二人きりでね、うん、楽しかったかもしれないのに、うん、そのあの人有名な人だよって、うん、ああすごいみたいなかっこいい生で見たらマジかっこいいとかって言われたらさ嫌、うん、じゃない。まあまあねあでもあの雑誌写りいいですねとか言われるとねああ生あかんかったかってそれもちょっとあれだよね。あの配慮の足りない言葉だよね。いやいやまあまあでもね、うん、今時の雑誌はすごいですから。やっぱり。まあ、その雑誌の方を立てるという意味では、うん、確かに雑誌写りがいいという。写真写りコンピューターのね。いや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 。力も働いてるわけやから。いやいやご自身の口で何を言ってるんだコンピューターの力もそういう場合もあるわけやから。そういう人もいるかもしれないけれど。そう。うん。でも、まあ本人を見て、やっぱ一番嬉しいのかもしれないですけども、うん、本人の当事者になるのも、その現場に居合わせる男側の気持ちになってしまうのもさ、うん、やっぱ良くないじゃないですか。いやまあまあそのさ、うん、分かるどっちも嫌やなと思うね、うん、彼氏さん側に立っても、うん、そこで行くお前なってなっちゃうそれところもあるし嫌だ。でも超や気持ち悪いじゃん
やきもちやくんですよ。だから、そういうのの裏返しで、うん、あ、きついこと言っちゃったのかなとかいろいろ考えちゃうわけですよ。ああ、なるほどね。ああ、なんかもう、別に知らんけど。ああ、うん。いやいや、お前がいいんやっていいんじゃない。はいはい。あ、その態度でもって、ちょっときつさを出してしまった、うん。誰もそういう人、ミッキーに対して言わないでしょ。ああ、確かにそうかもしれない。可愛いもん。まあ、そうかもしれない。で、いや、俺、なんか、全然、テレビとか見んから、ミッキー知らん。人いないでしょ。例え悪いな。いや、でもさ、でも例えばですよ。うん、ミッキーでも、うん、あの、いや、なんかあの、パレードとかでミッキー出てきたらさ、うんうん、なんか、もうスーパーヒーローみたいに見えるじゃん。まあね。でミッキーなんだよ。うん。スーパーヒーロー。スーパーヒーローになってるじゃん。うん、もう、俺らはその、ワールドにこう、もう、ハマってるわけじゃん。そうね。その世界のテンションにもう、便乗してさ、その、例えば一緒にいた女性がね、うん、いや、ほんとミッキーかっこいい。いや、ほんとミッキーかっこいい。ミッキーと結婚したいって言ったらどうする、うん、いや、全然ええやろ。マジで？いや、ええというか、まあ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 、アホやなと思ってもらう。マジで？俺もスーパー焼き餅焼くよ、それ。じゃあなんだよ、ミッキーと結婚してこいよって言うよ。やばいやばい。そのレベルの人なのか。結構な嫉妬深さっすね。いや、俺焼き餅すっごい焼く。あ、そうなんや。え、焼き餅焼くでしょ、大倉さんも。いや、でもまあ、そういうね、スーパーヒーローに関しては、そないかな。そうか。でも、俺ね、うん、ちょいちょい映画館で働いてた話するじゃないですか。はいはいはい、映画館で働いてるとね、うん、結構大きい映画館だったんで、うん、有名人の方が舞台挨拶で来られるんですよ。まあまあまあ、そうか、そっか、そんなところやったんよ、うん。そういうところだったんですよ。で、僕そこで2年間マネージャーっていう仕事をやってて、うん、50人くらいいる人たちのシフト？うん、シネマズ？あ、そう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 。あ、そうそうそう。あ、でもシネマズじゃない。あ、そう。うん。もうシネマフロンティアって言うと、もう大体、言ってるからいいんだけどさ。まあね。まあでも大丈夫やねんけどね。お世話になってるし。そう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 。うん、で、そこで、うん、まあ、例えば、有名人の人が舞台挨拶来ます。はい。ってなると、うん、50人くらいいるスタッフの中での、うん、女性スタッフが大体18歳、19歳くらいなんだけど、うん、普段土日ってみんな休みたいの。うん、はいはいはい、18歳、19歳、うん。でも、マネージャーとしては、土日ほど出勤してほしいわけよ。人が足りなくなるから。あ、そうね、お客さんいっぱい来るから。そうだから出勤してくれ、出勤してくれって普段は電話するわけよ、俺。うん、一人一人に。うん、あ、何時から何時まででもいいから、2時間だけでもいいから入ってくんないとかって、うん、もう俺がもう直接超電話したりしてたわけ。それ時給変わるの？土日は。いや、変わらない。変わりはしないんだよ。そういう努力よね。企業努力ですかね。そうです、ね。それはちょっと俺のもっと上の人が考えるやつだから。そうね。そうね。俺はまあ中間だったから。まあまあまあ、現場の人が言うことじゃないよね。まあまあまあ、まあ、一応僕は現場の中で、一応事務所にでシフト作るんだけど。そっか。現場のトップやったよね。そうそうそう。たまにいたよ、そうやって。給料もうちょっと50円アップしてくんだったら行きますよとかって意地悪なこと言っていたよ。でも俺はそう、いや、それはちょっとごめんとか言いながら、入ってくれてたん、そういうね、はいはいはい、物語がある中で、うん、某、まあ、イケメン俳優が、舞台挨拶来ますと。はい、で、その、公開初日に来るから、うん、そうなると、裏動線っていう仕事があったりするわけですよ。ああ。そう、普通の映画館の中をつかつか歩いて、その俳優さんが映画館の中に入るわけにいかないから、ね、うん、裏から登場する道とかがあって、うん、はい、ありますね。そこってかなり人数も少人数になるし、うん、で、映画館の内部事情知ってる人じゃなきゃできないから、うん、要はまあ、スタッフ。非常通路よね。非常通路。うん、アルバイトが、うん、こう、電気を照らして、こう、はいはいはい、暗い道とか案内してするんですよ、うん。そう。で、それを、やりたいがために、うん、殺到するんですよ、出勤希望が。ああ、土日やのに。土日やのに。それで俺はね、うん、もうそれで一回ミーティング開いたんですよ。待てと。お前らと、そのな、わかった、うん、!100 歩譲って、うん、君が、うん、某有名俳優、うん、T 君としよう。はい、T 君が。某有名俳優でいいよ。うん、その人が、うん、その人とどうにかなることがお前の夢なのならば、うんうんうん、諦めるなと、うん。そんななんかね、土日の出勤希望を出して、うん、ああ、あわよくばちょっとチラッと見れたらいいな、みたいな、うん、はいはいはい、変な、そんなことじゃなくて、うん、本当にあの人と会うために、うん、今まだあんた17、18なんだから、うん、頑張ってなんかの仕事ついたら、出会えるかもしんないじゃん。まあね。そう。頑張れよと。で、しかも、そういうところに来る人たちってさ、ええ、もう街で絶対的に会えない人たちだからさ。そうなの。うん。そうなの。
だから、うん、みんな見たいわけよ、うん、今だったらまだちょっと俺分かるよ、うん、会いたいんだなっていう気持ちは分かるけども、うん、当時は俺もうちょっと今よりもっとバカだったからもうなんだってちょっとスタッフに対してやきもちなわけだ、まあそうよね、だって全ての男子スタッフにちょっと失礼なんだよ、うんうんうん、50人のうちの25人は男子ですから、うん、その男子がねイケメンなやつだっているわけよ、うん、頑張ってるやつだっているよ、うん、頑張ってギター弾いて歌ってる俺だっているんだよ、うん、そうでもそういうやつらが頑張って土日に出勤してるのにめんどくさいやつって出勤希望を出さずにね、うん、俳優の T 君が来るってなったら行きたいってなる、そのお前らのその普段身近にいる男子への配慮をなさいよ頑張ってるんだみんな、君らと一緒に手を取り合ってすごいね。だってもう10年前とかの話でしょ。そう、10年以上前の話でしょ。10年以上前ですね。まだこんだけの熱量で話せるって、ゆうくんのその嫉妬力はすごいね。そう。だから嫉妬力と、もう一個言いたいのは、だから、夢は叶うよ。いや、無理やりじゃない。いやいや、こじつけ方が。いや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 。俳優とね、アイスなりたいっていう夢を頑張って、本当に実行してみたい。こうなりたいは思いすぎじゃない。会いたいだけだから。会いたいだけなの。そう。会いたいだけか。そう。それで出勤規模出されたら俺ちょっと嫌だったもんね。すいません、いやいや全然大丈夫です。さあそういう人たちにね目を覚ませということで、この曲ね、はい、患者に応答する。はい、もしもし。もしもし。おところお名前年齢どうぞ。福岡県北九州市マオリ26歳アパレル店員です。変わったお名前で。マオリさん。マオリです。漢字はどういう字なんですか。漢字は真実の真に、うん、あの糸編の織。織物の織。織物の織です。でもアパレル店員でマオリさんって言ったらもうあのすごい分かっちゃうんじゃないの周りが。え、やば。やばやば。でもやっちまった話があのそこまでやっちまってなかったら大丈夫。うん、今このさりげない会話が一番やっちまってたらね終わっちゃうからね。やばいよね。そうなんや。アパレル関係、アパレル店員さんっていうのは服屋さん。そう、具体的にどんな、はい、あ、子供服です。おー、あー、いいですね。はい、毎日可愛い人たちを見れるわけだ。主婦の人たちを相手に。そうかそうか。そうよね。お母さんを相手にするってこと、はい、変なこと言ったか俺今。まあまあでもね、お子さんをお子持ちの女性とか接客してるってことだよね、うん、きっと。そうですね。いいやん、めっちゃハッピーな現場じゃない、うん、はい。子供も来てなんかワイワイなってるでしょ。そうですね、もう大騒ぎ、ね、大騒ぎよね。いや心なしかなんだけど、はい、俺姪っ子とかいるじゃないですか、うん、で姪っ子に誕生日プレゼントとか送ろうと思って、うん、そういう子供服のお店とか行くと、うん、子供服を売ってる店員さんってさ、うん、やっぱちょっとこう遊園地のスタッフみたいなさ、うんうんうん、ちょっとテンションもやっぱなんかあのなんかそう、ね、にこやかというか、うんうん、キラキラしてるイメージがあるんですよ。なんか子供に対しての扱いがうまい感じのイメージがある。あ、そうそうそう。あ、だから俺の僕これも扱われてたのかな。そうそうそう、子供として子供やと思う。子供やと思われてたのかな。でも子供やと思われて、うん、こう思われてじゃないけど、そういう扱いに多分男は弱いと思うよ。あ、それだ、うん、まんまとやられてた俺。そうね、子供服買いに行くの超楽しかったもん。めいっ子の誕生日早く来いと思ってるすごかなってぐらい。そうなの、そんな、え、職場の問題ですか。あ、マオリさん、あ、職場の何ですか。職場の悩みですか。あ、違います。なんか今悩んでることとかありますか。ざっくり言ってたんですけど。悩んでること、うん、悩んでることは、職場の人間関係はうまくいってますか。あ、女性多いしね、ああいうとこでイメージだけど、うんうん、子供服すごい楽しいです。楽しい、はい、いいことやね、うん、いいことだね。なんかそういう、はい、お年頃もさ、こう26歳とか、はい、例えば恋愛関係とかもどうなんですか。あ、どうなの。恋愛は全然何もないですね、うん、出会いがないの。出会いもないですし。合コン行くの。あ、合コンはほとんど行ったことないです。あら、じゃあもうほぼ出会えないでしょ。彼氏いないんですか。いないです。あれ、もうどれぐらいいないんですか。多分もう3年近くいないですね。あら、あ、そうなんや。はい、こんな下ネタだらけのラジオで大丈夫。いや、楽しいです。あ、ほんまよかった。およかったよかった。じゃあそんなマオリさん何をやっちまったんですか。そうですね。
ニュージーランドのブラジリアンワックスでやっちまった話なんですけど、うん、来た先週だったかな、話したよね、寄り添ってくれたね、うん、待って、ニュージーランドのニュージーランドのブラジリアンワックス、そうです、はい、いろんな国の名前出てるよ、ニュージーランドのブラジリアンワックス、まあまあ世界にね、はい、流通されてるだろう、そっかそっか、うん、それで、はいはい、じゃあ話どうぞ。去年、うん、私1年ニュージーランドに行ってたんですけど、はいはい、でその時にはあのワーキングホリデーって行ってたんですけど、1年間ワーキングホリデー、ああワーキングホリデー、はい、うん、はい、で、あの足のブラジリアンワックスをしたくて、うん、あの太ももから、あの足首ぐらいまで、太ももにおけけがあるの、あー、ありますね、え、太ももからどこまでって言った今、まおりさん。足首。ああ、足首。はい。逆再想像してごめんなさい。いやいやいや、近すぎるやろ。なんで逆やろ。ごめん。そうなんや、それで。失礼しました。で、あの、行ったんですけど、うん、予約をして、うん。で、あの、膝から上は、うん、あの、何も反ったりとかしてなかったんですよ。ほうほうほう。ただ、膝から下って見えるところだから、うん、あのもう反ってたんですよね、うん、で、あのその施術を受ける前って、うん、結構伸ばしとかないといけないんです。え、ただあ、伸ばしとかなあかんねや。はい、あ、伸ばしとかな、ないから、ある程度の長さがいるんですね。はいはいはい、はい、うん、で、あのただ私がその中途半端な長さでいっちゃったので、おその膝上ももはできるけど、うん、膝から下はそのできないよって言われたんですよ。おで、その時私あのすっごい短いズボンで行ってたんですよ、うん、で、まあ、朝は全然人がいないんで朝行ってたんですけど、うん、あの普通に行って、でそのできないって言われたんで、うん、でも膝上はしてもらったんですよ、うんうん、すっごいツルツルになったんですけど、うん、膝下は本当に毛深くて、私あらららら、すごいしてほしいとこやね、一番ね、うん、すごいボーボーの、うんうん、街を歩かないといけないっていう状態になってきたんですよ。あ、すごいね。あ、なるほど。え、それでそこがじゃあやっちまったってこと、はい、そうですね。ほうきみたいになってたんや、だから下だけ干しちゃってあげてるから、ね、はい、できなかったってことは、でもやるほどは生えてなかったってこと。なんです、量は多いんですけど、うん、もう長さがないとそのワックスに絡まないんで、できない。そういうことか。短い、短かったんですね、ちょっとだけ。もちろん伸ばしから行った方がいいってこと。そうなんですよ。伸ばすのも大変よね、だってスカートも履けないし。そうですね、真夏だったんで、うん、もうジーパンとかも履けないし。なんでわざわざニュージーランドで行ったの。いや、ニュージーランドは、あ、日本でもしたことあったんですよ。でも日本では、まあしてたんですけど、足とかじゃなくて、うん、アンダーヘア。結構やられるんだね。常連なんだ。まあまあまあ、そうかそうか。うんうん。あ、してたからってことね。はい。行ってみようと思って。ニュージーランドでもじゃあちょっと。やってみようかなと思って行ったら、うんうん、まあ、そんなことになって。え、痛くないの？え、痛いです。え、あの、ゆうくんが先週さ、アオって言うって言ってたよ。そういう人いるってやつね。ですよ。はい。そんなレベル？いやー、まあ、そうですね。そんなレベル。場所によりますけど、どこに、どこをするかによりますけど。どこが一番痛い？うん。え、そりゃ、あの、だから、アンダーヘアが一番。痛いです。あ、そうなんや。それやっぱ、はい、やっぱ掛け声みたいなの出ちゃうわけ、そこは。いや、あの、日本だとすごい、こう、なんか病院みたいな感覚で、おうおうおう、すごい、あ、大丈夫ですか、痛くないですかとか。あ、やってくれんの？すごい優しいのが、それは逆に恥ずかしいんですけど。ああ。外国語もね、って、まあ、みたいな感じで、うん。すっごい、こう、フレンドリーだし、バーってやって、痛くとか言っても、うん、でもガンガンいかれんねや。痛くない痛くないみたいな。大丈夫大丈夫って言って。はい。やる側としてはじゃあそっちの方がいいんだ。なんか痛くない痛くないみたいな方がいいってこと？心配されたら恥ずかしい。そっちの方がいいです。の方が恥ずかしくないんや。
そうですね。だって今さ、いろいろあるでしょ、なんかレーザーとかもあるし。あ、はい、ブラジワックスじゃなくてもってことね、うん、その毛を抜く手段としてね。あ、レーザーは痛いの？やったことある？やったことないんですよ。あ、ないんだ。ブラジリアンワックスしかないの？そうですね。あ、じゃあレーザーとかだったらさ、うん、なんだっけ、はい、毛根にまで行ってさ、もうそこ永久脱毛とかって言わない、うん、言うよね。うん、本当か本当なのかどうなのか分かんないけど。そうです、それは永久なんですけど、うん、永久なんだ。それはやったことないんですよ、うん。周りはみんなやってるもんなの、そういう。結構やってますね。へえ、まあ、アパレルだからかな、それこそ関係ないのかな。いや、あんまり関係ないと思います。へえ、だって子供っ子やからね。あ、そっか。着るわけにいかんわけじゃないかな。そっかそっか、うんうん。鼻毛もやったことある？鼻はないんですよ。あ、ないんや。はい、やったことあるの。じゃあ主にそういう足とか そっちの方なんだね。全身やりました。うわー、マジか。全身の鼻毛以外全部ってこと？鼻毛以外全部。テープでしょ最後あれ。テープ、え、ガムテープでビューみたいなんじゃないの？いや、ガムテープじゃないです。あれ、俺そんなイメージだったよ。なんかワックスみたいなベターってやつ塗って。あ、そうです、そうです。それの上になんかテープみたいな貼んじゃなかったっけ？あ、それ貼ります、貼ります。あ、貼るんだ。で、それをガッと外されるわけでしょ？はい。うわ、痛いよ。痛いよね。なんでそれを選ぶの？なんか、たまったって。何？なんでの？たまに電波悪いんだよ。うん。あ、すいません。で、大丈夫、大丈夫。周りさん悪いんじゃないんだから。うん。友達がやっ、それを。そう言った瞬間にもう電波、電波1みたいになっちゃった。友達がやってるって言ったのかな？うん。友達がやってて勧められたのかな？ああ。そうかもしれないね。うん、推測する。はい、友達がやってて勧められました。あ、そのままや。ああ、そうなんだ。そうか。あれって、なんか、血出たりしないの？いや、あんまり、すごい、こう、濃い毛だと、血が出たりします。うん、ああ。それさ、何のためにやるの？やっぱ、毛なくしたいなと。ああ、でもさ、まあ、水着とかやったらわかるよ、その夏場にね。はい。水着着られないからとかっていう理由やったらわかるけど、うん、それはなぜ邪魔？やっぱりなんかコンプレックスで昔から。あ、そっか、毛が濃いって言ってたもんね。まあ、特にやっぱり女性の方はそういうの気にされる方多いしね。そうね、うん、でもまああんまり気にならないけどね、俺。俺もなのよ、うん、個人的にそのままでいいと思う。そう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 、まあ、その、まおりさんが言う結構、結構濃いっていうのがどれぐらいか見たわけじゃないから、ちゃんと言えないけど、でも結構大丈夫だよね、別に。結構大丈夫よ。うん。別にアマゾンでも。足がね。うん、そうそうそう。足にアマゾンあったって全然大丈夫だよね。そう。なんか、かき分けるよ。逆にさ、なんかもう本当にみんな今、同じ、格好が綺麗でさ、うん、全くみんな同じものを目指してるように見える時があるんですよ。そうね。そう。で、美しいのは美しいって俺らも思うじゃん。うん、可愛いなと、綺麗だなって、うん、足も例えばつるんってしたらつるんってしてるなっていう感覚ももちろんあるけど、うん、でもさ、別に、それに抗ってるっていう態度を出すわけでもなく、うん、自然体にしてる人がいて、その人に少し毛が生えてたりとかさ、うん、そうだって、結構それ込みで可愛いって思っちゃったりするよ。そうね。なんか個性、うんですよね、そうそうそう、生まれ持ってのお父さんとお母さんがもらったね、うん、大事な体なわけだから。薄かったら薄いで、やっぱ俺はコンプレックスやし。ああ、それをおっしゃってたよね、大倉さんは。やっぱちょうどいいっていうのがね、難しいよね、うん、自分の体ってね、まあ、やっぱこう隣の芝は青く見えるじゃないけども、うん、こう自分以外のもっと何か自分の理想っぽい人を見ちゃうんだろうね。ああ、そういうことやね、うん、これまだ電波通じてるかな。まあ、そもそも通じてます。ああ、よかったよかったよかった、うん。そうそうそう。まあ、その、ブラジリアンワックスを頑張ってやってるマオリさんももちろん素敵だけれどもね。最近はやってますか？いや、もうやめて、自分の脱毛器買ったんですよ。そうやろ、脱毛器ってのあんの？脱毛器ってどういうもの？ソル系？いや、光でパチンってやるやつなんですけど。そんなん売ってんの？いくらぐらい？高いんじゃない？それ。それは確か、7、8万かな。うわぁマジか。はい。アパレルで働いて、うん。8万貯めて買った。それで全身何、まおりさん、もうしてるわけ？抜きまくり？
やー、そうですね。光当ててちゃんと効果あるの？いや、それが効果結構あって。そうなんや。はい。え、でも、そのバチーンってやつって、一気に 何十本もバチーンって抜けんの？いや、その、徐々になんで、その時に抜けるってわけじゃないんですよ。あ、だんだんとなんか、毛細くなっていくみたいな。1週間、2週間で、抜けていきますみたいな感じ、うん。え、それはもう結構みんな周りも使ってる？いや、それ持ってるのは、ほんと、一人、二人ぐらいしかいないですね。そうやん、高いもんね。有名なメーカー？多分そうだと思います。ほんま、ちょっと、メール送っといて。え？なんで？研究のため。研究のために？こういうのが流行ってるんだって。ああ、そうだね。うん、8万、9万。そうか、それぐらいかけて、でも、いや、美の追求なのかな。そうですよ。まあすごい、それはそれです、素敵だけどね。素敵だ、素敵だよ、うん、うん、努力やからね。努力だし、その自分が思う美しさを追求するってのは素敵だけども、まあありのままのね、まおりさんを好きになってくれる男子もいるとは思うよね、うん、そうね、うんうんうん。じゃあまおりさん、最後にリクエストの曲を、はい、My Hair is Bad の運命です。マイヘアイズバットね。あ、はいはい、かかってるね。いいね。バンド、素敵なバンドだからね。うん、バンド名で落ち作ったわけじゃないでしょ。マルさん。ムラゲみたいな。マイヘアイズバット。じゃあマルさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をあえてイライラさせることで、たまの休みの日も夕方くらいまで寝てスマホいじって出前取って鼻毛抜くだけで、そもそもほとんど人と接しないだけであることを暴き出していくこのコーナー。なんで知ってんの？いや、これはちょっと俺も思った。めっちゃ当たってる。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕、高橋優がイラッとしそうなこと、高橋チームには大倉くんがイラッとしそうなことを送ってもらい、それをお互い一ネタずつ紹介、はい、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかったら、逆にまんまとイラッとしちゃったら、ミュートを打てないミュートしていただいて、ありがとうございます。この音で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、そのネタを送ってくれた人には番組グッズの一郎プレゼント、はい、先に20ポイント獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます、はい、罰ゲームは大倉くんがシンプルにレモン汁を目に入れる。痛い。うわ、これよくあるからね。よくある、よくある。なんでレモン汁目に、あ、何向いてたり、レモンサワーとかさ、うん、レモンサワーとかと料理しててさ、あ、青唐切ってたりしてさ、あ、なんか俺よく鼻いじったり、なんか目いじったりするし、痛い痛い痛いって、あ、経験済みのことですけど、罰ゲームで改めてね、一人で走ってるやん。目薬みたいにジャッてこう、じゃあ、いやーいやー、たまらんね。ゆうくん、高橋くんが全ての現場で出されるお弁当が全部同じ弁当。うわ、これたまらんな。じわじわボディーブローですよ。4日目ぐらいに何か思い出すだろうね。いやそうやね。ただいまお送りしている第7シーズンは、現在のところ大倉チームが何ポイントですか？大倉チームが3ポイント、高橋チームが3対3、あ、高橋チームが3ポイント同点。今週はこのポイントどこまで伸ばせるのか、まずは先攻後攻決めましょう。はい、じゃんけんです。最初はグー、じゃんけんチョキ。おっしゃ、大倉さん勝ちました。そうね、俺から行こうかな、じゃあ。はい、先攻大倉チーム。名古屋市、とびちゃん。あ、とびちゃん。多いな、俺とびちゃんのことよう選んでんな。とびちゃん、秀逸なんだよね。いきます。はい。よく聞くと彼女が、うん、イエイレオのこと、うん、イエイワオと言ってる。ダメです、ダメダメ、うん、イエイレオいじりは俺は許さないもん。イエイエイワオが女優デビューしたねっつって。イエイワオってなんかこの番組でもよく聞くワードだし、なんかイエイエイワオ、イエイエイワオやからね。相当こうポジティブな人ですよ、うん、ね。もうイエイレオ本当に素敵な歌を歌う方だ。ポジティブな女の子ですよ。素敵な歌を歌う人なのに、イエイエイレオっていうのをほんまに間違えてんねんと思う。なんかもうイエイエイワオがよくて、あれ読めない、イエイリって読めないの。いや、もう聞いてるだけなの多分。ああ、うん、感覚で覚えちゃった。感覚の人、あの人いいよねって、いやいやいや、わお。でも感覚でそうやって言ってる人って気持ちわかるけど、やっぱでもイラッとするよね。いやいや、違う、なんか違く言ってるじゃんみたいな。そうそうそう、はい、じゃあ高橋君いきます、はい、愛知県岩倉市で聞いてくれてる、これノロビームでいいのかな。はい、いきます。私下敷き使わない主義だから、
ていう謎の主張をしてくる女。いいよ別に。あ、本当？大丈夫。俺もそっち派やわ。なんかこう自分の主義主張が強い人っていうのかな。下敷き派。下敷きね。なんとか主義だからっていう女性って大丈夫ですか？いや、いいよ別に。どうでもいいわ。か使えよって言っちゃうかもしれない。気使って。下映っちゃうよっつって、ね。あ、いや、下敷き使ってたタイプですか？みんな久しぶりに聞いたよ、下敷き。マジで？俺めっちゃ下敷き好き。嘘。ええ、みんな下敷き好きじゃないの？なんで？なんか俺、ドラゴンボールとか好きじゃん。いや、まあまあまあね。まあまあまあ、周知の事実か。なんていうか、こう、アニメとか。俺なんとか好きじゃんっていうの俺あんま好きじゃない。俺たまに言うよね。俺ドラゴンボールもみんなご存知の通り。ゆうくんやからいいけど。俺ね、その、小学校の時、学校行くのの本当一番の楽しみぐらいが筆記用具だったんですよ。おぉ。なんかね、結構ああいう筆記用具の、あの、新アイテムって、まめに出てて。まあまあまあ、そうかもね。そう、例えば、悟空が、スーパーサイヤ人になった回が放送された、うんうん、その1週間後ぐらいには下敷きの悟空のスーパーサイヤ人バージョンのやつとかが出てて、あったあった、なんかあのバトエンやった、あ、バトル鉛筆やった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 、あのコロコロコロって転がせるでしょ、やった6面でうん、うん、攻撃力とか書いてるやつやったやったよね、懐かしいね、うん、ああいうのも好きだった、俺筆記用具すごい好きだったの、うんうん、そうそうそう、でバトル鉛筆とかはさ、うん、みんなでできたりするじゃん。そうね。そう、でもなんかその下敷きとか筆箱とかっていうのも、うん、要は自分の机の中の物語なんですよ。物語の。そうそうそう。おしゃれ。だからなんか自己満ですよね、あれは。そうそうそう、まあ、完全に、うん、だから勉強はなんかちょっとつまんない日があっても、うん、こう下敷き開けばさ、うん、悟空に会えるみたいな。下敷き開けば。そうそうそう。でそれで文字書くのがだからあの楽になるでしょ。ツルツルしてるから。そう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 。で下に文字映らないし、うん、便利グッズじゃない、下敷き便利グッズ、まあまあだからなくなってないんだろうけど、そうそうそう、だから余計に文房具屋とか好きだったでしょ、大好きだった、わかる、ああ好きだった、好きやった、よく入り浸ってたよ、買えないけど、ああなんかさ、あれ消しゴム消してさ、消しゴムのカス集めたら練り消しできるじゃん、ああ、うん、これもうジェネレーションかね、知らない人多いのかね、今でもまあでもシャーペンやからあるんじゃない、やってた、練り消しやってた、まあ、みんな練り消しさ、うん、文房具屋さん行ったらさ、ついに練り消しっつって発売されなかった、いや、されたされたよね、ばっかりやったよ、そう、なんかあんだけ集めてな、いや、そう、俺ら作ってたしっていう、作ってたよ、そう、しかもなんかなんならいい匂いの練り消しみたいなさ、あったあった一回食ってみたことあってんな、危ない危ない危ない、それはダメでしょ、ガムみたいに見える、分かるやん、うまそうだしね、そう、学校で腹減ってからね、食いたくなるし、アホやから子供ってさそう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 、あの味のする歯磨き粉とかさ、ああ、ね、飲み込んだことあるいちご味とかあるやんか、あとね、うまい、甘いもんね、あれさ、ちゃうね、うん、磨いてたら、うん、美味しい味するやん、するする、あ、飲んじゃうねん美味しい味がしているからあれどうなの、飲んでもいいのかないや、あかんやろ、飲んじゃダメなんだ、うん、まあでも口に入れるもんだからね、そうだよね、うん、最悪ちょっとこう飲んでも大丈夫なように作ってあるんだろうけど、そう、誤って飲み込んだ場合はすぐ医者にっていう歯磨き粉使いたのやろそりゃそうだまあでもあれ美味しかったよね、アホやからな、アホやったから、アホやから、そうだから俺文房具屋さんで、うん、そういうなんか練り消し新発売とかいうのの変化をもうずっと見てたし、ああそうなんや、そうそう、大好きだったの、だから下敷き使わない主義って言われたら俺もういらんそういうね経緯があるからね、経緯があるから、これごめん、俺のちょっと押し付けになっちゃったけど、まあまあまあ、大倉さんはそこちょっと違ったから、まあ、そうやな、全然大丈夫やわ、あ、そう、大倉さん好きな文房具とかある、好きな文房具好きな文房具、ね、石川さん聞きたいみたい、あ、そうなの、なかなかこれはあれやな、俺はまあ下敷きだからね、下敷きやからか、うん、俺はね、うん、いや、筆箱かな、ああ、俺2位筆箱だもん、2位筆箱、2位筆箱、あ、そう、あのさ、うん、筆箱ってさ、なんかあの前も開くし後ろも開くみたいなやつなかった、あった、あの一番最初マグネット式やったでしょ、そう、1年生の時買ってもらった、うんうんうん、あのキャラクターとか、キャラクターつけるやつ、うん、でしょ、そう、でもそれがだんだん大人になっていくにつれて、うん、チャック開閉式のやつがあったり、あー、なってったね、でしょ、なったなった、あの経緯とかもね、うん、あんなパカパカなんていつまでも使ってるわけにいかないってなってくるでしょ、あー、まあまあね、うん、だから俺、ね、意味もなくね、うん、だから筆箱はリュックの中に入ってるし、うん、あとなんか買っちゃうのよね、あのコンビニとかでもメモ帳とかボールペンとか、うん、であんまりこう今もう携帯に全部メモできるでしょ、確かに、
それでもやっぱね、うん、買っちゃうんですよ。いや俺も買っちゃいます。使ってないメモ帳いっぱいある。わかります、わかります。 3,4 ページで違うメモ帳使ってんのがね、うんうんうん、アホだなと。非常にでもそれは共感するし、うん、あの今1年生の時に使ってたマグネットの筆箱の話したでしょ。ああ俺それ先月買ったのよ。え？なんで？違う目的じゃないよね。違う目的ってどんな目的があるの？分からないけど。いや。なんで？全然。本当に。これでもマグネット効くのかな？いやいや、これでもって。大丈夫。そのジェスチャー俺の前でだけやられても、大倉さん。そう、普通に買ったんですよ、先月僕。なんで？あのね。ワンピース？いや、ドラゴンボール。あー、好きやな。おう、だから要はドラゴンボールのアプリに課金しすぎやからね。それついに言ったね。ついに番組で言ったね、岡田さん。もうずーっともう3年ぐらいこの話だって言わずに置いたのに。なんで言ったの今。わからん。言っちゃった。なんで急にそれ言っちゃったの。言っちゃった。だからもう大丈夫だろ。わからへん。いや、わからへん。なんか言っちゃった今。急に言ったけど。そうだよ。うん、俺のもう生活の唯一の楽しみと言って過言じゃないんだ。そうね。俺ドラゴンボールのアプリ超やってんだもん。いや、未だにやってますわ。ね、未だにやって最先端だよ。いや、だって今やね、だって番組のスタッフの香川さんもやってるし。そうね。香川さん毎週俺にそのゲームのドラゴンボールの話したそうに俺に寄ってくるよ。そうね。ね。新しいキャラゲットしたとなんだろうって言うよね。そうそう。バンドメンバーみんなやってるよ。うん。そう。だから、ね、一番最初に進めてくれた人の話しないでおくけど。いや、だから。俺は。いや、俺、それで言うと一番悲しいからね、俺。あんだけ課金したの。ゼロになった時の悲しさやで。あー、ついに言ったね。ID とパスワードは絶対に保存しといた方がいいね。そうだよ。みんな携帯変える時とかね。マジでね、うん、5分ぐらいもう呆然としたね。なんだっけ、ハプニングで水没させちゃったんだっけ。でも携帯がね、割れちゃって。あー。で、しかももうな、あの、スクロールできなくなっちゃった。うん、一回さ、二人でご飯食べに行ってさ、二、はい、人でずっとそれで、何当たった、なんだっつってさ、楽しんだ時あったよね。うん、なんかガチャガチャみたいなのが、ね。ガチャガチャみたいなのがあるからね。そう。その時二人でご飯食べに行ってさ、ね、いいの当たったんですよ、大倉さんに。俺も今ずっと忘れないよ、あの時の大倉さんの嬉しそうな顔。本当に。ほんまにご飯代より高かったからね。高かった。二人で、ちょっと、ほんま高くやって。何してんのっていうね。俺全然当たんなかったの。だってあんだけ。ナンパーとかしか当たんなかった。栽培マンとかしか当たんなかった。そう。あの、だからもう、ちっちゃい時変わらんよね。キラキラのカード当てたりとかってさ。ああ、もうまさに。あの世代の人たち。突っ込んだりしてたやんか。そう。それが今、うん、それやってた世代が今、うん、俺らの世代になってるから、うん、ちょうどいいんですよ、あのゲームとか。だからね、うん、携帯見て、うわっとか言ってる人、大人を見てね、子供は軽蔑しないでほしいんだよ。うん、そうなんだよ。君らが今。相当なお金使ってんだよ。使ってるんだよ。ゲームだけど大人の遊びみたいになってるけど。そうなの。嬉しそうだったよ、あの時の大倉さんは。いや、嬉しい。嬉しいって言ってたもん。あの嬉しい気持ちが一気にゼロになる。そうだよね。そうやで。そうだよ。それどうにか俺保ったまんま3年やってるわ。3年目に突入してるわ。いやもうよくできてますよね。よくできてる。うん、だからもうそれで好きだから、うん、先月、うん、まあ、親戚の誕生日があって、うん、それでおもちゃ買ってあげようと思って、うん、おもちゃ屋さん行ったんですよ。うん、で結構大きいおもちゃ屋さん行って、うん、で包んでもらったんですプレゼント用に。はいはいはい、で、プレゼント用に包んでもらってる時間って、まあもう手持ち無沙汰じゃないですか。はいはいはい、で、なんとなく、その、おもちゃ屋さんの中にも文房具コーナーみたいなのがあって、おそこ行ってみたら、やっぱあったんですよ。え？ドラゴンボールのあの、両面開く、筆箱があったんですわ。なるほど。そう。今って何が表紙になってんの？スーパーサイヤ人ブルー。あー、持ってた。え？持ってたよ。持ってた？いや、持ってるでしょ、キャラで。そう、あ、そうそう、俺持ってる。アプリの中の話。そう、持ってる。持ってるやろ？そうそう。今俺7体ぐらい持ってる。ちょっと俺らが頑張って仕事しよう。そうだね。頑張んない。それじゃあ曲を聴いていただきたいと思います。はいはい。イラさん一般職してやってないほんまやな。11月22日いよいよリリース、サタアシュルポルタージュ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。
今週も生放送でお送りしてきた大倉くんの高橋くん、はいはい、エンディングで僕たちからのお知らせでございます。はい、まず大倉から、はい、関ジャニ∞に40枚目のシングル応答せよが発売中です。はい、この曲が主題歌のメンバー村上、じゃあ村上くんって、丸山秀平君主演の映画、はい、泥棒役者ですね。はい、今日から、あ、そう、明けて昨日から公開となっております。こちらもよろしくお願いいたします。はい、そして今月末28日夜7時からのベストアーティスト2017に関ジャニ∞で出演します。はい、見てください。お願いします。はい、私高橋優から、はい、今聴いていただきました、うん、ニューシングル「ルポルタージュ」うん、いよいよリリースします。はい、11月22日リリースです。新たに発表となりましたが、シングルリリースを記念して高橋優とこの楽曲が主題歌を務めさせていただいているドラマの主演の三浦春馬くんとのスペシャルイベントを11月25日に開催することが決定しました。いいな。ああ、ありがとうございます。俺も混ぜてほしかった。いやいや、全然混ざってください。うん、3人のスペシャルイベントしましょう。シングルに封入されたシリアルナンバーで応募いただけます。うん、受付は11月23日までですので、お早めにチェックしてみてください。ということでございました。なるほど。はい。いいね。以上です。12月。もう1ヶ月ちょっとでもう今年も終わりですよ。またなんか、先週末の話でしたね。まあまあまあ、エンディングってなったらもうね、年の瀬ですよって言ったらもう終わるみたいな感じいや、まあCM 中はもうめっきりもうゲームの話になっちゃいましたね。まあそうね、だからまあちょっと、まあそれもちょっと娯楽だからね。そうだよね。うん、だから僕は悪いと思わないよ。いや、何も悪いことしてないでしょ。うん、ただちょっとあの合計金額はもう考えないようにしてるわかる、うん、俺もなかったもんやと思って。そうそうそう、その給料はいただかなかったもんやと思ってそう思わないともうやってられない。そうだね、いろいろ自分の慰めの方はあんだけどね。そうなんです。もらわなかったことにするの一番いいかもね。確かに。いや、そうそう、もう考えない。うん、わかるわかるわかる。これはまあ、あの悟空の声が聞こえたりするだけでもう癒されたりするから、ね、そうね。そうそう、だこれからもね、だからあの考えずにどんどん課金してもらえればなと思います、うん、おやすみなさいおやすみ課金